会は SM エンターテインメントに所属する韓国出身の男性歌手。男性アイドルグループエクソ並びにエクソ系のメンバーでポジションはメインダンサーであり、センター。エクソの顔とも言われる。2019年10月からはサプレームにも所属。本名はキム・ジョン・イン、全羅南道順天使出身。血液型は A 型、身長182センチメートル。 2007年、s m 青少年ベスト選抜大会合格。ソウル公園芸術高等学校卒業。5歳差と9歳差の二人の姉がいる。モング、チャング、チャンアという名前のプードル犬を3匹飼っている。日本の小説家、東野慶吾の大ファンで、韓国語に翻訳された作品はすべて読んだ。随層区にある、コマンカフェは、会の姉の一人が経営するカフェで、 店の名前は、貝と愛犬の名前、文具を組み合わせたもの。また、貝が、子供の頃は、父が、パン屋を経営していた。同じ1994年生まれのセフンと共に、エクソのマンネラインと呼ばれることがあるが、韓国の就学年齢基準日、変更前の早生まれに該当していたため、学年は貝が一つ上である。芸名は、SM イスマン代表の公案。 格空設定能力は瞬間移動。背番号の88は、ウルフの基本コンセプトヒップホップの頭文字を H のアルファベット順である8に置き換えたもので、ウルフ活動期間中はメンバー全員が88の背番号をつけていたが、グラウル以降メンバー各自が自分で考えた数字を背番号として使うようになりかえだけ88を使い続けた。特技は踊ることで、 ロールモデルはマイケル・ジャクソン。好きな色は赤と黒と空色。好きな映画はリトルダンサー。好きな食べ物はチキン。不愛想で表現が下手だが、情の深い性格、唇を噛む癖がある。ザウの銘は曲がっても折れない。よく聞く音楽は R&B とヒップホップで、歌手ではアッシャーやクリス・ブラウンを好む。 スポーツではサッカーを好んでおり、高校1年の頃にプレミアリーグを見て以来チェルシー、FC のファン。所属事務所が一緒で、同い年のシャイニーのテミンとは練習生時代からの親友である。ホチャートメンバーで、ダンス担当のティモテオモモと SM 練習生で、同い年、テミン含め一緒に練習生時代を過ごした中、芸名が同じである、声楽家のカイトは電話で話したことがある。 アンダンテで共演した女優イーヒョンが、会のファンだった。九州朝日放送の情報番組、朝です。都在クソディウム福岡公演で、平野野良のモノマネを披露したことがあり、アベマ TV、エクソカミング出演時に本人と一緒にネタを披露した。幼少時より、両親に通わされたテコンドーやピアノ教室は、飽きることが多かったが、小学2年生の9月頃に始めた、ジャズダンスは、 熱心に学んだ。バレエを習い始めたきっかけは、小学4年生の頃に見た、くるみ割り人形で、小学6年生まで続けた。歌手を目指すようになったのは、神話が踊る姿を見てからで、神話のメンバーの中でも、ミヌの大ファンだった。小学6年生の時に、SM のオーディションを受け、2007年の中学校2年生時に、SM 青少年ウェスト選抜大会で合格。 事務所に入って初めてポップダンスやロックダンスといったストリートダンスを教わり5年間を練習生として過ごした練習生時代は主にアーバンスタイルのダンスを踊っていた2011年12月23日0時にデビュー予告映像エクソティーザー1回が公開エクソのメンバー中最初の披露となったが エクソ K とエクソ M どちらのメンバーであるかは公表されなかった。2012年4月8日、エクソ K のメンバーとして韓国で正式デビューした。2015年3月14日にインスタグラムアカウントを開設。同年10月28日にコールメベビーの音源が公開された後にインスタグラムを大会、開設から2週間での閉鎖となった。 2016年3月17日、公式ファンクラブサイトエクソ L 上で、コンサートの練習中に足首を負傷したことを伝えた。翌日の18日から20日のザエクソ、ラクションドットソウル3日間公演は、松葉杖仕様で予定通り参加した。同年7月23日のソウル公演中に、同じ部位である足首の人体を、再び負傷。翌日24日以降の公演は一部の、 ステージの未出演、同年8月発売の、ロット活動期間中の音楽番組出演は、不参加となった。ザ・エクソディウム福岡公演2日目当日の同年10月3日、踊ることができるようになったと、エクソ、エルサイトで報告した。2018年1月から2月に、ワウワウで放送された、春が来たにおいて、日本のテレビドラマに初出演にして初主演を果たす。 日本語が堪能な韓国出身カメラマンを演じ、日本語のセリフが大半を占める役柄に挑戦した。2018年6月5日に、インスタグラムを再開した。公式インスタグラムのアカウント名はザクドリン https コロンスラッシュスラッシュインスタグラムドットコムスラッシュ zkdlin。zkdl は、英語キーボードでの、韓国のキーボードのの位置が重なる部分から由来する。 解説当初は、ザクドキであった。主演は役名を、太字で、表記表紙モデルは氏名を、太字で表記70、アンダンテ XO 会、キム・ジンギョンのバイトを知りショックを受ける71、アンダンテ XO 会&、キム・ジンギョン、仲直りのハグ72、アンダンテ XO 会、キム・ジンギョンに甘い告白。 君は僕の春だ73、アンダンテエクソ界、人の死に直面し涙74、エクソ界、ビッグイシューの表紙に登場、演技をしながら、幸せを感じる75、アンダンテエクソ界&、キム・ジン・ギョン、一つ屋根の下で同居スタート76、エクソ界が、表紙モデル、ビッグイシューが2日で完売&、今年最高売り上げ、本人も、間接的にファンに感謝77、エクソ界。 ファッション誌、銀座2018年1月号に初登場。ビハインド映像も公開予定78、エクソカイが、表紙モデル、ビッグイシューが、史上最多販売部数を記録。2万8000部を突破79、エクソカイスホ、新曲、ユニバース予告イメージ映像公開、優しさと、甘さスタイル80、暗断的無人業、エクソカイの前に、 再び現れる81、アンダンテエクソ会、キム・ジンギョンが隠していた事実を知り涙82、アンダンテエクソ会&、キム・ジンギョン、切ないハグをしながら涙の決別83、放送終了、アンダンテエクソ会、様々な経験を経て、成長、家族の意味を知る84、エクソ会、アンダンテ放送終了の感想を伝える。 純粋な思いで世の中を眺めることができて幸せ85エクソ会、初主演の日本ドラマ春が来た試写会に登場シャワーシーン言及に思わず赤面86エクソ会初主演の日本ドラマ春が来た日韓同時放送が決定予告映像も公開87エクソ会が来日アンタンて恋する速度ドラマイベント3月横浜にて 開催決定8 8クソ会一人キスシーンで、テレまくり、アンダンテ、恋する速度 DVD 特典映像のメイキングを、公開8 9クソ会新ドラマ、私たちが出会った奇跡に、出演不確定、シンクロ率200%の、イケメン演じる9 0クソ会と演技派俳優ペクチョルミンが、ベッドの上でイチャイチャ。 アンダンテ DVD セット1のメイキングを先行公開9 1 x ソ回胸ときめくバックハグアンダンテ恋する速度公式サイトにてフォトギャラリー公開9 2 x ソ回新ドラマ私たちが出会った奇跡撮影スチールカットを初公開9 3 x ソ回五輪閉会式の感想を伝える一生忘れられないステージ痺れました 94XO 回 イオニ、ヒュンダイ、SM ムービングプロジェクトコラボ第2弾が公開。ラグジュアリーな車内でくつろぐ姿。95、ホト、エクソセフン&、ジャンヨル&、カイ、海外スケジュールのため香港へ出国、隠しきれないオーラ。96、エクソカイ&、イオニ、特別なコラボレーショングラビアを公開。ゴージャス感漂う衣装に、視線集中。97、エクソカイ、 歌って踊って演技する今が幸せだ98新ドラマ私たちが出会った奇跡エクソ開のキャスティング理由は99リポート開演技者の表情に胸キュンアンダンテ恋する速度ドラマイベントで来日セリフ性朗読名シーン再現100私たちが出会った奇跡エクソ開神秘的なキャラクターに変身意味深な仕草に 関心集中101、私たちが出会った、奇跡、エクソカイが初登場、ミステリアスな表情演技に、視線集中。クスタイル102、アンダンテ、恋する速度エクソカイ、やるときはやって、遊ぶときは遊ぶ、高校生だった。クスタイル103、エクソカイ、胸を打つ、キラキラ名場面、アンダンテ、恋する速度最優リポラほか、豪華プレゼントが当たるツイッターキャンペーン第3弾が、 スタート。クスタイル104、私たちが出会った、奇跡、エクソカイ、キム・ミョンミンの息子を助ける。クスタイル105、エクソカイ、アンダンテ、恋する速度インタビュー映像公開、素朴な素顔にキュン。クスタイル106、エクソカイの無邪気な笑顔から切ない眼差しまで、アンダンテ、恋する速度公式サイトにて、フォトギャラリー第2弾が公開。クスタイル百七。私たちが出会った、 奇跡、エクソカイ、ラミランを慰めるために努力。クスタイル108、エクソカイの父親が死去、ドラマの撮影を中止。クスタイル109、エクソカイ、父親の不法に出演ドラマ、私たちが出会った、奇跡側が、コメント、放送に、問題はない。クスタイル110、エクソカイ、私たちが出会った、奇跡放送終了の感想を伝える。 視聴者にも幸せな奇跡を経験してほしい。クスタイル111、ォト、エクソイファッションショーに出席するため、フランスへ出国、シックな空港ファッション。クスタイル112、私たちが出会った、奇跡、エクソイラミランに叶えたい願いを聞く。クスタイル113、坂口健太郎エクソイ日韓イケメンの2ショットが、話題、グッチファッションショーに出席。 クスタイル114開出演私たちが出会った奇跡 KNTV にて8月に本初放送決定115エクソ界グッチを自身だけのカラーで着こなす GQ コリア拍子に登場クスタイル116ホトエクソ界グッチのイベントに出席抜群のビジュアルクスタイル百十七エクソ界新配信番組スターロード最初の主人公に 料理をする姿に、胸キュン。クスタイル118、エクソカイ、料理の腕前を披露。食べて欲しいメンバーは冷静な評価を受けたい。クスタイル119、エクソカイ、東京で撮影したグラビアを公開。グループ活動してきた、この7年は僕の人生で。クスタイル120、エクソカイ、宿舎で作った記憶に残る料理とはデビュー当初に、メンバーたちで。 クスタイル1 2 1クソカイが開発した料理が SMT ソウルの新メニューに驚きの料理の腕前。クスタイル1 2 2クソカイ、グラビア職人だと思うアイドルファン投票で1位に、2位には防弾少年団のメンバーも。クスタイル、ありがとうございます。